っこいいギタリストの竹下敦です。このチャンネルをねご覧になってる皆様からこの着ている衣装というかね、まあ、作業着というかについてねご質問を受けたのでお願いします。これね二子玉川の古着屋さんで買いました。大変ねこれ袖が長いんですよ。でなぜ私が古着ばかり買うかというとですね、私ご覧のように手が長いんです、すごくで手足が長いんですよ。でほら手長いでしょ。で普通に、まあ、一般的な例えばユニクロさんとかねでお買い物するとまず袖の長さがね足りないんです。ツンツルテンテンですかねになっちゃうんですよ。で最近ねよくレディーズのお洋服のお店行って、まあ、素敵だなと思うものがあるわけですよ。でこれメンズないんですかって聞くと店員さんが基本的にレディースなんですが男性の方もよく買っていかれますと。で XL サイズっていうのをね用意してあって、 XL サイズっていうのが男性でいうところの M サイズになるわけですよ。でね、ただあんまり女性したもんだとやっぱりそもそも体のラインが違いますからなかなか似合わないんですよ。古着の場合ね特にイギリスから入ってきたものなんかはね大変私のこう体にねフィットするんで、まあ、多少高くてもね長く着れるんで購入してます。ちなみにこれは4,000-5,000円したかな。でもやっぱり生地もしっかりしてますしね、なかなかこれを新品でね 4,000-5,000円で買うことはちょっと不可能なので結構古着屋さんを利用させていただくことが多いです。またね何か私の身の回りにあるものでこれ何というご質問ありましたら、コメント欄なんかに書いていただければお答えしていきたいと思います。それでは今回ご紹介したのは古着でした。最近ねギブソンのギター弾くことが多いのでギブソンさんに合わせて黒にしております。黒沢楽器さんにお世話になってて、黒沢っていうぐらいで黒ですよでもイメージカラー白ですけど。それではまたお会いしましょう。 See you soon。Knock knock knock it on heaven's door.